それでは改めて、本日のゲストをご紹介したいと思います。中国の鄭英華大使に今日はおいでいただきました。大使のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。1954年の生まれ、吉林省のご出身でございます。最初の日本勤務は1977年から83年まで、その後キャリアを重ねられて、今回は2010年から5度目の日本勤務で、特命全権大使として、勤務なされておられます。外交官としては通算すると20年近くを日本でお仕事されている、まあ我々にとっては親日派の友人の一人ということになります。大使にはこれまでですね、着任された2010年4月、それから習近平国家主席体制が発足した直後の2013年4月2度当クラブにお越しいただきまして、今年は戦後70年の節目ということで、ぜひお話を伺いたいということでお願いして、3度目の記者クラブでのお話を伺う機会をいただきました。去年8月にはですね、日本記者クラブの記者研修会として、参加者が大使館の方に お邪魔した際にも会見に応じていただいております。私もその時同席しましたが、去年8月はものすごくやっぱり大使の表情が硬くてですね、記者会見もなかなかぎこちないものがあったんです。今日は先ほどからちょっとお話しさせていただくと、非常に笑顔もお見えになっているので、前向きのお話が伺えるんではないかなというふうに期待しております。進行はですね、冒頭40分ほど大使からお話を伺った上で、質疑応答に移ります。先ほど ご案内した通り、皆様からの質問票をもとにですね、クラブの企画委員の島田俊夫 NHK 解説主幹の方から冒頭質問させていただきます。その後フロアからのご質問にもお受けいただきたいと思います。それでは鄭大使、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介の通り、中国大使の鄭華でして、中国大使としてここに参りますのは3度目となりました。1回目が2010年の春で、私が着任して間もない頃、2回目が2013年の春、それで今度の2015年というわけで、この会場に参りますと、前から交流を続けて来られた方もたくさんいらっしゃいまして、懐かしく思っています。また皆さんとは、またその日頃、私は日本のマスコミの皆さんを仕事のパートナーという意味で見ている、そういう気持ちで見てて、毎朝必ず最初にチェックするのは、どういうニュース、どういう記事が出ているか、それでマスコミの皆さんがどういう論評、どういう見方を発表しているか、まずそれをチェックして、それで仕事、その考えを整理して仕事をすると。いうようなことでして、それから私ら大使館としてもマスコミの皆さんとの交流を大事にしてて、その報道官制度を作りまして、それから月例の毎月1回記者会見をすると、これも私が大使、今回の大使着任してから決めた制度でして、いわば、日本のメディアの皆さんと日常的に交流を続ける、そういう大使館としてのパイプ、チャンネルを常にオープンにする、そういう考えであります。今日も多くの皆さんがご来場いただきまして、それで、今現在中国と日本の関係をどう見るか、特にお互いにその関心の高い話題において、じゃあ中国が日本を現在どう見ているか、
それから、まあ、中国側の立場ですけども、じゃあ日本は中国をどう見るべきか、まあ、日本もいろんな中国に対するいろんな見方ありますけれども、どう見るべきか、という、まずこの2つの角度から、視点から、私の考えをご説明をしたいと思います。これを通じて、皆さんの中国、また中日関係に対する理解に役に立てれば幸いでございます。まず中国は現在日本をどう見ているか、まあ、中国もいろんなコメント、いろんな見方ありますけれども、まあ、その大まかに中国社会の今主流となる主だった見方について率直に話をしたいと思います。まあ、まとめれば3つの点にまとめられるのかなと思います。第一、日本は中国にとって重要な近隣国であります。隣国関係は中国と日本の関係の基本的な特徴、基本的な要素であります。これはまだ変えようとしても変えられない基本的な要素です。これについて私も中国国内でもたびたび発言をしまして、今年3月 の全人代と政治協商会議の間にも、私が現在中国の 全国政治協商会議の委員を務めてますんで、毎年3月にその会議に出ていますが、その際に中国のマスコミからたくさん取材を受けまして、その際に私の一つの発言、まあ、たくさん囲まれて、まあ、いろいろと感想を言いましたけれども、そのうちの一つの言葉が、好むと好まざるにとにかかわらず隣国同士は引っ越すことができないという発言をしました。そうすると翌日の中国の新聞に多く取り上げられて、そのうち中国青年報、これも中国でかなりよく読まれている新聞ですけども、中国青年報はこれを取り上げてこの記事のタイトルにしました。見出しにしたわけです。まあ、つまり、そのいろいろと賛同、中国の社会においても広くこういう見方に賛同していると私は理解しております。それから中国と日本の両国は近隣だけでなく、お互いに経済貿易協力のパートナーであるという要素があります。中国は日本にとって最大の貿易相手国であって、日本は中国にとっては最大の外資供給国、外国資本の投資国であります。まあ、いわば貿易投資などの実務協力の面では両国は切っても切れない緊密な関係にあります。まあ、この近年政治的な関係は厳しい局面にありましたけれども、それでも両国の貿易額が一貫して3000億ドル以上維持してきました。それから両国の企業の間、またいろんな面でお互いに緊密な連携関係にあるわけです。まあ、一つの例として2011年東日本大震災の被災地において一部の自動車の部品工場が被害を受けた、それで日本国内が自動車の生産が減産になって、その関係で中国国内のその中日合弁、まあ、いわば日系社の企業の生産も減産となりまして、さらにその影響で中国の一部の民族ブランド、まあ、いわば中国の自主ブランドの企業の生産も減産になりました。そういう影響がありました。それから最近のことを言いますと、中国の株価の動向がどうも、激しく、
なかなか心配されています。大きな特に上海株式上海証券取引所の株価が大きな変動が生じて、それによって日本の証券取引所の株価も影響を受けました。まあ、これらの事例はいずれも重要な近隣同士である中国と日本のつながりがかつてなく密接になっていて、利益が深く融合し合っていることを表す、その、まあ、いわば例えで言えば、氷山の一角、まあ、一つの例、として挙げました。それから両国の人的往来も大幅に増加しました。特に昨年年末以来、その中国人の訪日客、日本を訪れた中国人が増えて、昨年は日本の観光庁の統計では241万人、 83% 増加、今年の上半期、昨日観光庁が発表した数字で言いますと217万8600人になりまして、昨年同期に比べて 116% 増えたと。まあ、ただ人数だけでなく、まあ、いろいろと銀座あたりなんかいろんなところで中国人の買い物客がたくさん増えているという現象が見られます。まあ、それはあるいは一部の日本人の買い物客にご迷惑かかっているかもしれませんけれども、全体的には日本の経済にとって利益になるのかなと好意的に評価を受けているというふうに私は見ております。それから私も時々質問を、中国でも質問を受けましたけれども、中国人がたくさん日本に買い物に行って、しかしそのものがどうもメイドインチャイナが多いと。これどういうわけなのかと。いや、それ私も、まあ、私は別に商売やってるわけでは経験もありませんけれども、しかし現在お互いに経済的に密接に、密接につながっていると。メイドインチャイナのものは、ブランドは日本のもので、中国で生産して、しかしその部品はかなり日本のものが入っている。あるいは、たとえメイドインジャパンというものでも、その中に中国の部品が入っているかもしれません。今現在はこういう現状、こういう時期だと。お互いにもう経済的には切っても切れない、そういう密接な関係になっていると、こういう現状になりました。まあ、その40数年来の国交正常化以降の歩み、両国関係の歩みを振り返ってみますと、まあ、その両国関係は政治的には4つの政治文書、それから昨年11月には4項目の共通認識を発表して、経済は以上申し上げたようにますます交流協力が拡大して、人的交流も拡大して、ますます関係がその広がってまた深まっている現状だと思います。こういう事実が立証しているように、中日関係は双方にとって、最も重要な二国間関係の一つであって、ですから中国政府としては日本を重要な近隣国として、中国と日本の関係の発展を大変大事にして重要視しております。これが今中国が中日関係に対する、また日本に対する一つの見方。もう一つはその歴史問題。その今年、特に今年は戦後70年ですから、この70年にちなんで、まあ、いろんなその思いが
あるいはコメントが、ありまして、そうするとこの中でじゃあ中国人は日本をどう見るか、について、少し、触れてみたいと思います。一つは中国は歴史の時期において1945年以前の日本と1945年以降の日本を分けて考える、区分して、区別して、見ていると。もう一つは日本の軍国主義、つまりかつて戦争を起こした日本軍国主義と日本の人民、日本の国民を分けて、考えていると、いうことが言えると思います。近代以降、日本軍国主義が起こした侵略戦争は中国の国民、また多くのアジア諸国国民に極めて悲惨な災難をもたらしました。これについては歴史の証拠は確実で山ほどあります。国際社会においても定説となっております。中国側としては一貫して日本側に対して約束を守り、侵略戦争の責任を明確にして侵略の歴史を直視して反省するよう、誠意を持って反省するよう求めております。他方、私たちは戦後日本が過去の侵略の歴史に対する反省をもとに平和的発展の道を堅持してきたことを肯定しています。また中国の改革開放30年余りにわたって日本が貿易、また企業の対中投資、政府の開発援助、あるいは科学技術の交流協力などの形で中国の改革開放政策、近代化建設のために貴重な支援支持協力をいただいたことに感謝しています。これについては中国側は2008年に調印した中日の間の第4の政治文書、これが戦略的互恵関係の包括的推進に関する中日共同声明、この共同声明においては中国側は日本が戦後平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段により世界の平和と安定に貢献してきていることを積極的に評価したと明確に書いています、記述しています。しかし日本国内にはどうも中国側はその歴史カード、歴史という問題をカードに使って日本を叩いているという言い方もあります。しかしこの歴史問題を取り上げると振り返ってみますと分かるように、近年来歴史問題によって生じる中日間のトラブル、揉め事、その問題はいずれも中国側から引き起こした例はありません。中国側が取った行動はすべて日本側がその侵略の歴史を美化して否認しようとすることに対するしかるべき反応です。これが、まあ、歴史の問題に関して申し上げました。第3の点に中国側から日本を見る目ということは日本の軍事安全保障分野における動向ですが、まあ、最近の動向は日本の行方、つまり日本の国のこれからの方向に対する憂慮も呼び起こしているところです。まあ、私は今ご紹介にありますように、私は長い間対日関係の仕事に携わってまいりました。
また長年日本に住んでいる一人の外国人という目から日本を見ても、近年来の日本の軍事安全保障政策の見直しはこの度合いはかつてないものであって、戦後以降の一つの大きな歴史的転換になっている、その転換を迎えているのかなという感じもします。現在世界には二大陣営が対峙したそういう冷戦構造、まあ、いわば東西対立、そういう冷戦構造はもうすでに存在しません。時代の流れは平和発展、協力ウィンウィンであって、東アジアの安全保障環境は以前に比べても 大きく緩和に向かっています。これがみんなの願いです。このような大きな背景の下で、日本がその安保政策の調整を推進し、これによって今まで唱えてきた取ってきた専守防衛という政策を変えるのではないかと、あるいは今までその堅持してきた平和発展という道を変えるのではないかという心配、疑念、警戒、もあります。まあ、これが以上の3点にまとめて、中国側から日本を現在、その見ている、あるいは疑念を持っている問題について話をしました。第2の部分について、日本が中国をどう見るべきか、まあ、日本人はいろいろな見方ありますけれども、しかし私の気持ちから、じゃあ、どう見るべきか、中国をどう見るべきかについて、話をしたいと思います。中国の急速な発展に従って、中日双方はお互いの位置づけの問題にぶつかっています。この問題は避ける必要はないし、避けられないものであって、肝心なのはどんな意識を持って相手の発展を取り扱う、どう対処するかという問題であります。両国の社会の相互認識に影響を与える要素が増えておりまして、国際環境のほかに両国の社会体制、経済発展の段階には差がありまして、社会世論が両国民のお互いの感じ方にますます影響を与え始めております。近年来日本国内においてはますます多くの人々が中国の発展、また中日関係の行方、それからこれが日本に及ぼそうとする影響について議論が増えているということに私も留意しております。ここで当面日本国内においては中国に対して最も関心のある2つの問題について話をしたいと思います。まあ、一つは中国の道、中国の発展の道、ですけれども、これに関して、中国の政府、また中国のリーダー、たちはさまざまな重要な場において、何度も中国の発展の道筋、方向について、述べました。すなわち平和的発展の道を揺るぎなく歩んでいくと世界に対して厳粛に宣言しました。これは中国が歴史や現実、この歴史は中国自身が今まで歩んできた歴史、まあ、例えば近代以降外国の列強に侵略された歴史、あるいは世界の他の大国の、発展繁栄、あるいはその衰退、そういう経験教訓をいろいろと見て、それから現実というのは現在の世界情勢を見て、
それから中国の発展目標に基づいて決めた戦略的選択です。戦略的選択というのは平和的発展を続けていくということです。現在の発展目標は2つの100年の目標を実現させる。2つの100年というのは、まあ、大まかに言いますと2020年が第一の100年、これは中国共産党成立ほぼ100年、もう一つは2050年、つまり21世紀の半ば頃が、これが2つの100年、これが中華人民共和国成立100周年、この2つの100年の目標を実現させる。世界最大の発展途上国を富強、民主、文明、また調和の取れた社会主義近代国家に築き上げるものであって、世界に覇権を唱えるものではありません。私たちは平和で安定した国際環境と周辺環境を必要として平和発展を実行し、世界の平和発展を積極的に提唱して維持します。つまり、まあ、中国自身は平和的発展を続けていく、同時に周辺環境、世界の環境も平和であってほしいという気持ちです。これが中国の、現在の考え。中国はハイスピードの発展を続けることによって世界にもたらしたのは発展に、チャンスと原動力であって脅威と挑戦ではありません。この点はすでに国際社会においても広く認められています。つまり多くの国あるいは地域、国際社会にとっては大きな利益となりました。また中国の発展に従いまして、中国は新政慶用、神前の神、誠意の誠、慶は五慶恵みという五慶、平等五慶の慶、用は法要の用、こういう四文字を、近隣国外交の理念コンセプトにとして打ち出しまして、それからその具体化として、一帯一路、一帯一路というのはシルクロード経済ベルトと21世紀の海上シルクロード、これを略して一帯一路と言いますけれども、この建設、それからアジアインフラ投資銀行 AIIB の設立などを提唱して、さらにそれを推進しております。これらの目的はこの地域の各国の共同発展と共同の繁栄を促進していくことにあります。日本は中国と同じくこの地域においては重要な役割を果たす国であって、中国としては日本側がこういう中国のこういう理念またこういう構想に対してあまり言われのないなんか批判をしたり、あるいはそれを妨害したりするのではなく、善意を持って中国の提唱に対処し、また積極的にこういうイニシアチブに参加することによって日本および地域の発展を共に促進するようにと希望しております。それから中国の国防建設についてお話をしたいと思いますが、まず指摘しなければいけないのは、中国は軍事力を発展させるその目的は、まず中国の国土、自分の国土を守る。中国の国土には、またその2万2000キロメートルの陸上の国境線、それから1万8000キロメートルの大陸海岸線、それから1万4000キロメートルの島嶼、まあ、島の海岸線、も持っている。こういう国土を守らなければなりません。国の平和発展を維持するためであると。
これが中国の国防建設の目的であって、中国のまた中国の経済発展のレベル、それから防衛安全保障の必要に合っていると言えます。しかし一部の人はいつも中国の軍事費の増大成長を取り上げていろいろと言っています。こういうことにも留意していますが、これに対して少し私は数字を上げて説明をしたいと思います。日本の防衛費ですけれども、日本は1961年から91年までの30年の間に防衛費が1803億円から4兆4000億円にまで増えました。そのうち19年連続で2桁の伸びがありました。その日本もこういう時期、経済成長、高度成長の間にこういうことがあったということです。それから中国の国防建設は国際社会に安全保障の公共財をも提供しています。つまり中国自身の必要のみならず、国際社会に対して公共財となっています。例えば中国の軍隊は平和維持、いわばその PKO、 それから船舶の護衛、人道救助などの国際的義務を積極的に果たして、アデン湾における中国側の船舶の護衛が、その護衛する対象の船が約そのほぼ半分 50% が外国の船である。そのうち、日本の船も少なからぬ対象になりました。私ら大使館でもそういう連絡を受けたことがあります。日本の船がその近くを通っているけれども、なんか調べてみますと、その近くに日本の護衛艦なくて、その過去がみんなそのたくさん行けるわけではありませんので、それぞれ仕事分担してお互いに協力してやると、その近くにどうも中国の護衛艦があると頼むと。それで私ら大使館が早速すぐ北京の方に連絡をして、早速対応するようにと、そういう連絡も受けたことがあります。それから最近のことですけども、今年の4月に、イエメンで、その紛争が起きた際に、イエメンから中国の住民、そのを引き上げる際に、日本人も一人、その頼むということがありまして、それで中国の船に乗って脱出したケースもあります。ですから、つまり中国側から日本を相手にして緊張関係を煽り立てようと、あるいは日本を仮想帝国にしようとという考えは毛頭ありません。ですから、日本サイドとして、中国、いわゆる中国脅威を宣伝して、拡大して、中国と日本の間の緊張と対立を引き起こそうとするやり方は、中日関係改善の雰囲気を破壊するだけでなく、中国を仮想敵国に回すような誤った観点、見方を日本の社会の内部でその騒ぎ立てて、両国の間に衝突の種をまく恐れ、そういうリスクが、あります。中国としてはこういう危険な傾向を警戒して、また注目しているところです。これが日本側から中国に対する国防建設、いわば軍事費などの疑念に対しての私の考えですけれども、もう一つは今年の戦後70周年の記念行事についてもいろいろと議論があります。
中国が抗日戦争勝利70周年の記念行事を、催す計画を進めています。日本の国内においては一部の人が中国政府の70周年記念行事に対して疑問を持っています。まず中国はその世界反ファシズム戦争の東方の主戦場、主な戦場であって、中国人民はかつての戦争の中で大きな民族の犠牲を払いまして、また世界反ファシズム戦争の勝利のために重要な貢献をしました。これは国際社会に一致して公認されています。認められています。中国政府は長期にわたって今までもさまざまな形でその抗日戦争の勝利を記念してきました。今年はちょうど戦後70周年にあたり、国際社会の多くの国がさまざまな形で記念を行っております。中国も当然記念行事を催す計画に予定になっております。次に、私たちが何度も強調しているように、その記念行事の目的は、歴史を銘記し、歴史を忍び、平和を大切にし、未来を開くためであって、これが、この言葉が基本的な趣旨です。それが特定の 国を標的にするものではなく、今日の日本を標的にするものではなく、日本国民を標的にするものではありません。これも繰り返して表明しました。今年は国際社会が共に歴史を振り返り、経験と教訓を総括し、未来を展望する重要な年です。私たちは日本を含む国際社会とともに、戦争が残した教訓に真剣に向き合い、それをよく考え、過去の不幸な歴史に別れを告げて、本当にその一ページをめくって、そういう歴史が二度と繰り返さないように、して、人類社会の美しい明るい未来を切り開いていくようにと希望しております。まあ、大体以上この2つの角度から、考えを、申し上げました。まあ、近年来の中日関係、私が大使を務めて、からのこの中日関係、振り返ってみますと、なかなか、波風が多くて、起伏が激しい、時期でした。日本語でなんか七転び八起きというなんかそういう言葉もありますけれども、まあ言葉、そのこの言葉いいのは七転び八起き、結局は起きてると、その転んではいけない、こういうことはいいと思いますね。まあ、その一方、両国の各分野においては交流と協力が同時にまた発展しております。最初に申し上げましたように、貿易総額が3000億ドルの規模を維持して、人的往来も年間延べ500万人以上超えている。まあ、今年は多分中国からの来日だけでも400万ぐらいにはあるいは超えると思いますね。そうすると中国側の統計で、昨年中国を訪れた日本人の方が270万、プラスすると600万あるいは700万ぐらいになるかもしれません。こういう交流が拡大している。その一方で、地方漁島また歴史などの重大かつ敏感な問題がこれまでになく際立って、
それに対し、それに関して、昨年11月に、双方が対話協議を通じて、4項目の基本的な共通認識を、発表しました。まあ、これによって、中国と日本 の関係が、関係において、一つの新たなルール、まあ、今までは4つの政治文書ありますけれども、しかし4つの政治文書発表された後もいろいろと問題が起きた、トラブルが起きた、こういうトラブルに対してじゃあどうしようかと、新たなルールを確立しようと、これは双方とも守るべきルールだと認識しています。まあ、そのいろいろと考えてみますと、中国と日本の関係において問題が頻発するのは歴史に関係する揉め事もありますし、現実的な利益の衝突もがあります。それがまあ表で言えばより深いところの原因というのは、お互いに対する認識と位置づけがまた整っていないのかなと思います。言い換えればお互いの発展をどのように見るか、また対処するかという問題は解決されていないということです。つまり日本サイドから中国の発展は日本にとってどういう意味を持つか、じゃあ日本の復興発展繁栄は中国にとってどういう意味なのか、こういうことを双方が考えの整理をしなければいけないと思います。マスコミは両国国民の相互認識、相互理解を深める上で不可欠な役割を果たしています。本日は私の考えを率直に申し上げまして、中日両国と両国関係に対する皆さんのご理解に役に立てるようにと、心から希望しておりまして、また皆さんが中国を客観的に、見て、また報道をして両国社会の信頼の増進、それから疑念の払拭、共通認識の増進、共修のために一層、その積極的な役割を果たして中日関係の安定かつ健全な発展にプラスとなるエネルギーを広げていくようにと希望しております。まあ、以上、私も時間を見て私の考えをまず申し上げました。次に皆さんの方からご質問をいただきたいと思います。はい、鄭大使どうもありがとうございます。日中間の課題について、中国側のポジションを率直にお話しいただけたように思います。それでは冒頭申し上げました通り、皆様から寄せていただいたご質問を参考にして島田企画委員から質問させていただきたいと思います。はい、それでは私の手元に10通近く皆さんからのリクエストが来ましたが、関心の向きがやっぱりある程度集中してますね。それを受けてですね、ご質問させていただきます。で、今お話を伺った中で鄭大使のですね、非常に発展的な日中関係を模索するそのお気持ちが伝わってくる一方で厳しい部分がありました。日本の最近のこの軍事安全保障をめぐる動向の部分でこれからへの憂慮も呼び起こしていると、こういうふうにおっしゃった。そしてまた、戦後以降のですね、歴史的な大きな転換点を迎えるのではないかという感じがするというご指摘もありました。で、今までの専守防衛、これを変更するのではないかという疑問、あるいは平和発展を変えるのではないかという疑問があると、こういう意見があると、まあ、ここはご自身がということではなく、そういう意見があるというご説明でした。ただこの問題意識を受けますと、率直にお伺いします。安倍内閣は9月27日までの今の国会で安全保障関連法案を成立させようとしています。
この法案は日米同盟を強化する、そういう性格の法整備なんですけれども、これが仮に成立しても日中関係にとって許容できる範囲というお考えあるか、それとも許容の範囲を超えているという認識なのか、この辺どうでしょう。先週衆議院で、その関連の法案、通りましたけれども、中国としてもその動向を動向に対して関心を持って、見ているところです。つまり、かつての歴史の問題もありますし、そういう気持ちも含めて、日本の戦後の軍事、まあ、日本では防衛といいますけれども、防衛安全保障の動向に対して、関心があるというのは自然の、中国はかつての歴史もありますし、また隣国という気持ちで、大変関心が高いということが現実です。それ、中国だけでなく国際社会も関心を持って見ているところです。まあ、そのこれが日本の新聞の論評、あるいはテレビの論評でもありますように、日本のその第二次大戦以降の一つの大きなステップであると。ですから日本の戦後のこの分野の政策の一つの大きな変化だというふうに論評が多いし、まあ、その中国としてもそういう意味で注目をしている。ですから、そうするとじゃあ今までの日本でいうその専守防衛政策との整合性というのは、日本政府はそれは変えないと言ってますけれども、じゃあそのどういうふうに変えないのか、その整合性、どういうその論理的にどういうふうに説明するのか、あるいは、まあ、いわば、日本の自衛隊に対して、これから海外に出ていく、じゃあ海外、しかも海外で、じゃあどういうケースで武器を使用する、こういう議論に対して、自然に、警戒がある、そうすると、じゃあその、引き続き平和的に発展していくのか、という心配が確かにあります。こういう心配、まあ、その警戒がありますし、それから中国としては自然にかつての戦争の歴史、それから隣国として、そうすると日本のこういう政策の調整によって中国の利益、中国の主権あるいは安全保障の利益を侵害するのではないかという関心があります。そういう面で中国の利益をに、対して影響を及ぼしたり、しないようにと中国ははっきりと態度表明をしております。まあ、それからこのもう一つはこの法案を進めるという間にどうも時々中国脅威、まあ、いわば中国が怖いから、中国がこういうことをしているからこういうことが必要だと、こういうどうも筋立て、その口実に使っているようなそういう、言動というか言論もあるように、思います。こういう議論はまた危ないと思いますね。先ほど私も説明したように詳しくは繰り返しませんが、中国は日本を仮想敵国に立てるつもりは毛頭ありません。しかし日本はそういう筋立て、中国仮想敵国に立てようとすると、これは両国関係においては改善の方向に背くことになりますし、また危険なリスクも伴う。これについて、中国と日本の間の4番目の政治文書、2008年の共同声明においては、お互いに、平和の、その協力のパートナーとする、脅威と見ない、それからお互いの平和的発展を支持し合うというふうに規定しています。ですから、そのこういう規定を守らなければいけないと
思います。さらにそのなんか、これがじゃあその、日本一か国では足りない、同盟を組んで、中国を牽制しようという話もあります。こういう考え方自体は私はあの冷戦思考だと思います。まあ、その冷戦思考というのは東西陣営、東か西かどっちかを選択して、対峙し合う、こういう時代はもう終わりました。お互いに対話をして協力をして、それによって、その共通の利益を拡大して、安全保障をなす深める、こういうふうにあのお互いの関係を進めるべきだと思います。はい、今のそのお互いの、共通の利益のためにという、これが大変重要な点だと思うんですが、そういう中で最近の動きとして安倍総理大臣の特使として、政府の国家安全保障局の八地正太郎局長が中国を訪問しました。でこの時に李克強首相が会談に応じて、そしてそれが中国の国内向けのニュースとして大きく報じられた。まあ、これは日本側で見ていても大きな歓待であるなと、とても良い感じで受け入れてくれたんだなという印象を持ちました。先日の八地さんの訪問によってですね、事実上安倍総理の9月上旬の中国訪問が固まったということですか。いかがでしょう。日本の 国家安全保障局八地局長の訪中というのは前からお互いに、進めてきた、あるいは決めた対話の一つのスケジュールでありまして、まあ、昨年は、八地局長は4項目の基本認識を達成するために、大きな役割を果たして、最後は余計地国務院との間でそれを発表したという経緯がありました。それで今度はじゃあその 双方がハイレベル政治対話という名義で、まあ、そういう形で中国と日本の間で新たな対話のチャンネルを作ることで決まりまして、それが今度の八地局長の訪中が1回目であります。これからもこういう対話を続けていくことで今回合意して、これからも中国と日本の両国関係の一つの、まあ、その政府間対話のチャンネルとしてこれから発展していくことを願っています。それからその中身、話の中身ですけれども、その日本の新聞においては一部、その9月じゃあ安倍総理訪中するのかという議論が、その記事がありますが、その9月3日に中国はその戦争勝利終結70周年関連の記念行事を9月3日に行うと、その記念行事に対しに関連して第二次世界大戦に関連する諸国あるいは国際機構あるいは周辺の隣国に対してそのリーダーの皆さんにその招請を行ったと発表しております。まあ、その9月3日 その記念行事に参加するのであれば中国としてはみんな客としてゲストとしてお迎えをするという用意があります。しかし具体的にじゃあ日本はどう対応するのか、これからどうするか、それ以上の話は私は聞いておりません。今の9月3日のその記念の行事ですけどもね、そこに軍事パレードというのがあります。
安倍総理大臣の周辺ではその軍事パレードに出席しない形での中国訪問、それを中国側が受け入れてくれるかどうか、習近平国家主席との首脳会談がそれでも可能になるかどうか、ここを非常にですね留意しているんですが、大使その辺いかがでしょう。まあ、これは先ほどの私のお答えもすでにお話ししたと思いますが、つまり9月3日の記念行事に対してに関連してこういう国々に対して招請をしたということです。ですからそのこの関連の記念行事に参加するのであれば、じゃあその中国としてはお迎えする。まあ、その記念行事は全部4つを基本として中心的な記念集会、それから軍事パレード、それから記念レセプション、それから文芸の夕べ、この4つを中心としてまた行事がありますけれども、日本側がじゃあこれに対してどう対応するのかについてはまた私は具体的な話は聞いておりません。中国側としてはその4つすべてに出席するということが心よく迎え入れる前提になるということなんでしょうか。まあ、中国としては別に4つすべてとか、じゃあどれに出ればいいのか、そこまで具体的な話は聞いておりません。中国政府あるいは中国共産党として具体的にその方針を決めているわけではないということですか。これはまあ、そのまず、中国は、まあ、これだけの国の皆さんに対して招請をしたと。じゃあ皆さんがもし出るこれに参加するのであれば、じゃあそのいつ例えば北京到着、そのしかし日程の都合上いつ帰らなければならないとか、まだそういう具体的な話は私は聞いておりません。はい。でそうしたこれから先のですね9月までの間のもろもろの、まあ、やり取りあるいは判断があると思うんですが、戦後70年の総理大臣談話、これが8月に出ます。中国政府あるいは中国共産党指導部としてはそういった安倍総理の戦後70年での発信の内容も見た上で最終的に9月3日のその問題の判断もすると、こういうことになるんでしょうか。まあ、そのこれが歴史、この2つのお話はいずれも歴史に関連する、つまりかつての戦争の歴史に関連する話ですが、これにおいてはまだ日本の現在のリーダーあるいは日本政府の姿勢が現れるのだと理解して注目をしております。もちろんこれからその安倍首相の談話、まあ、その新聞記事を見ますとその安倍談話なのか安倍首相談話なのか安倍首相の談話なのか、まだ そこで日本語の微妙なところがまだありますけれども、まあ、いずれにしてもこれが現在の日本の政府を代表する談話として、理解して関心を持って注目しています。それが一番肝心なところはやはり今までの日本政府の歴史問題に関する態度表明あるいは約束を守るかどうか、本当にそれを受け継いで今国際社会に対してあるいはアジアに対してなされた今までの約束今までの態度をそれを受け継いでいくか、これが肝心なところだと思います。またそれが日本と隣国関係に関わるし、これから日本の未来へのその国の方向とも関連ある、それから、
日本がかつての歴史をどう総括するか、また、被害国の特にかつての戦争の被害者、被害国の国民に対してどうその反省の誠意を示すか、これが重要なところであります。逆にもしわざとそれを曖昧にしようと、そういう、まあ、わざとそういう責任を軽くしようと、そういうことは逆に注目をされ、さらに被害者の傷跡をもう一遍、切り裂いて、あるいはいじくり、そのいじるというのかな、塩を塗るような、そういう行為になります。まあ、これに関連して、ドイツのかつての大統領ワイツデッカー元大統領の発言、もありますし、今年3月に訪日をされたメルケル首相の話もあります。そういうことが、まあ、そういう発言お話が日本にとっても参考になるのかなと思います。大変その首相談話、首相の談話というあたりに大使がよく日本国内の議論を把握していらっしゃることが分かりました。で、その日本国内でですね、多くの国民がやはり、中国に対してやっぱりちょっとこれは困るよねと感じるのが尖閣諸島周辺でのですね、中国の海警局の船の行動、あるいはその後ろに控えている人民解放軍の海軍の行動ですね。こういったものがあんまりこれいつまでもいつ衝突が起こってもおかしくないような危機的状況になることは好ましくない、日本人もみんなそう思っています。最近のこのいろんな対話がですね、重ねられていく全体のムードの中でどうなんでしょう、尖閣諸島周辺での中国側の航船、艦船ですね、政府の船、こういったものの活動というのは次第に抑制的になっていくんでしょうか。まずその中国かつて1978年鄧小平先生が日本を訪問し、まあ、ここで記者会見をした際に、これに関連する質問を受けて、まず鄧小平先生が最初の言葉がですね、ご質問からも分かるように、日本でいうその地名は中国では中国島というんだと、この言葉からもお互いの立場が違うと、分かりますと、そういうそれを今また思い出しました。この話は、まずその国交正常化の際、この島の紛争主権に関する争いは国交正常化の際に話がありました。それから1978年の平和友好条約交渉の際にも話がありました。まあ、本当は双方ともそれをそういう双方の一つの、その日本では合意とは見なさない、合意ではないんだという人がいますけれども、まあ、合意なのか了解事項なのか共通認識なのか別にして、いずれにしても双方の政府のリーダー、国のトップが話がありました。双方ともそれを守るべきでした。しかしその後、まあ、その具体的に言うと2012年に、日本側あるいは日本の一部の人がこういう問題をわざと作り上げた、こういうトラブルを起こした、これに その日本側の行動に対して、中国側が取った反応です。中国が必然的に中国の主権、立場を守るために、その措置を取りました。しかしこの問題について、この問題も含めて、昨年11月に、4項目の基本認識を発表しました。双方ともそれを守って、これに関連する問題は対話協議を通じて、そのコントロールする、両国関係の大きな障害とならないようにとコントロールしていくことが大事だというふうに認識しております。ということは中国の船の行動をなくすことはできないけれども減らすことはできると、こういうことでしょうか。これは、まあ
先ほど繰り返しますけれども、一つは2012年のこの一連のことに対する一つの反応、もう一つはこれからはじゃあお互いに基本的には対話を通じてコントロールしていく、まあ、私の答えとしてはこれにつきます。はい、代表質問の最後で一つですね、日本のジャーナリストについて、どのようなお考えをお持ちかということで一つだけ、日本のジャーナリストを長年ご覧になっていてですね、中国のジャーナリストも含め他の地域のですねジャーナリストと比べて何か違う点があるとお感じになることあるかどうか、この辺いかがですか。まあ、ジャーナリストは基本的に社会の皆さんの声を反映して関心事項をまあ報道する、事実を報道する、これは各国とも共通します。しかし私の希望としては中国の社会の真実を、あるいは中国の考えをそのまま日本側に伝えて、逆のことも同じです。やはり客観的に双方の国民に情報が伝わるようにと、この前の民間機構の統計でもお互いの国民感情は大変大変冷えている。しかしその中で8割から9割ぐらいが新聞報道あるいはテレビの報道から相手の情報を知っている、まあ、いわば逆に言うと直接交流、フェイス2フェイスの交流はまだまだ少ない。ですから、そういう意味においてジャーナリストの役割、重要性が大事だと思います。ですから中国と日本お互いに、まあ、かつての歴史も抱えているけれどもお互いに引っ越しのできない隣国同士、また経済的に文化的につながりの深い、国同士としてお互いに、私の意見としては考えとしてはジャーナリストの交流もどんどん拡大していく、これは第一線でペンを取っている、カメラを取っている皆さん、現場の記者はもちろん、デスクの皆さんも、あるいは社長たちも、もうどんどんお互いに交流をして、そうすると相互理解は深まって、あ、じゃあ自分はこう考えるけども、相手はこう考えてるなと、そういうことによって、お互いの相互理解のベース、基本、基礎を固めて、それを通じてまた国の友好関係をの促進プラスになるようにと期待しています。代表質問にお答えいただきましてありがとうございました。大使どうもありがとうございます。最後の質問は党クラブへの宿題にもなったように思いますけれども、それではここで、フロアからの質問を受けたいと思います。質問のある方手を挙げて、所属お名前を名乗ってから簡潔に一問質問をお願いしたいと思います。それではじゃあどうぞ。毎日新聞の坂東と申します。まあ、この最近、日本のメディアを賑わしているということで、お聞きしたい東シナ海でのですね、中国のガス田開発についてお伺いしたいと思います。昨日ですね、日本政府は写真を公表しました。このプラットフォームの軍事利用などへの懸念も示されていますけれども、これについての大使のお考え、それからですね、この問題がまあ、安倍首相の訪中など日中関係に影響を与えないかということ、それから、まあ、2008年に合意した共同開発の合意があるわけですけど、まあ、これが中断しているということはですね、この問題がなかなか解決しない一つの要因となっているわけですけど、この対話を再開する雰囲気は出てきているのかどうか、まあ、その可能性について大使のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんかその昨日急にこの話が大きく出て、私もちょっと何のためにこういう話が急にまだ出ているかちょっと疑っているところです。つまりこの話は今現在の話ではありません。
まあ、そのまず基本的なことについてお話ししますと、東中国海においてはまだ海洋の境界線の確定はまだできていません。中国と日本の間でも、あるいはその他の韓国とかの間でもまだできておりません。中国側の立場でいうと、中国は東中国海における立場は、現在 の、 その海洋法条約あるいはその他の国際法、関係の規定によって、大陸棚の自然延長、ということを主張しています。この原則に基づいて確定すべきだと。まあ、その分かりやすく言えば、沖縄トラフが大陸棚の延長の境界線だというふうに主張しております。日本側が中間線を主張しています。中国側としては日本側のいわゆるその中間線というのを主張を認めておりません。しかし、中間線、まあ、つまり、日本側の主張する中間線から東、の部分、つまり沖縄トラフまでの部分がお互いのその主張の重なる海域になるということです。というふうに、まあ、理解して、ですから、その中いわゆる中間線から西の部分については、全く双方の 意見の食い違いがありません。それがない地域の海域です。中国側 の、その昨日日本政府が発表した、その位置はいずれも、そういう全く紛争のない海域にありまして、全く日本側から異を唱えられるとか、そういう余地はないと思っています。それから今のご質問で、また2008年の双方の共通認識についてですけれども、これは双方当時協議を通じて、話し合いを通じてまとめた一つの共通認識であって、双方が、中国と日本がともに東中国海を平和協力友好の海にしようという願いが込められてて、また中国と日本の戦略的互恵関係にもマッチする、両国の根本的利益に合致することと認識して、中国側としてもこれを守っていく考えです。しかし、その後この共通認識を実施する面において障害が問題、困難が立て続けに生じまして、その事務レベルの協議が中断したままになっているところです。まあ、しかし双方で、中国と日本の間で事務レベルにおいては、まあ、正式協議は中断したけれども、お互いの接触連絡は続いております。まあ、それ以外に例えば両国の間の海空連絡メカニズムの事務レベル協議、それから海洋関係のハイレベル協議というような話もあります。まあ、そういういろんなルート、政府間の事務レベルのルートを通じて、日本側と引き続き対話を通じて関連の問題を解決したいと考えていまして、また日本側が中国側の合法な権利を尊重するようにと、同時に2008年の共通認識を正確に理解して、そういう共通認識をこれから実現実行するために条件を整えるようにと希望しています。はい、よろしいですか。もう一問いいですか。はい、時間もありましたけど、最後もう一問、じゃあその女性の方。
AFP 通信社の長谷川と申します。よろしくお願いします。関連ですけれども、昨日発表された写真に関してなんですけれども、日本政府側としては、2013年6月以降、新たに作られた12機のプラットフォームというのが、これがその2008年に合意された一緒に共同開発していこうというこの合意に反しているのではないかというのが日本政府の見解かと思うんですが、これに対して中国政府としては、法に基づいているということですけれども、もう少しどこがどう食い違っているのか、大使からご説明いただければと思います。よろしくお願いします。この今のご質問に、はっきり、お答え、しますと、2008年の共通認識に、合致しないということは全くありません。というのは、2008年の共通認識、3点ありますけれども、この3点は、まずその、その全部読み上げますとまだ長いから、一つは双方が東中国海を平和協力友好の海にしようと、ということです。これから協力をしようと、2点目はこの一つの区画を決めて、そこでこれから共同開発のための話をしようと、それから3点目は春業という、当時、日本政府から日本側から指摘された、いわゆる中間線に一番近い、あそこについて、その日本側の企業が中国の法律に、沿って、その開発に参加しようという基本的な内容です。その後の、話し合いの中で、いずれもお互いにこの3点について話を進めてきたところであって、それから中国側は先ほど申し上げましたように、中間線という主張は認めないけれども、中間線より東のところについては手を出さないと、という抑制した態度を取っております。はい、どうもありがとうございました。時間になりましたので、これで、昼食会を終わらせていただきます。事前にですね、大使に、使えていただきました、これがあれです、陳氏和平ですかね、陳調する見る和平、それから開く作る未来ということで、大使ちょっと意味をご説明いただきますね。その陳氏というのは日本、分かりやすく日本語で言いますと、平和を大切にして未来を切り開くという意味であって、それは今年という時期、それから今の私の気持ち、それから中国の今年の基本的な一連の行事の基本的な精神、ということも込められて、こういう言葉を選びました。はい、どうもありがとう。ちなみに2010年においでいただいたときは、日本でいうと交流を促進してお互いの信頼を増進していこうと、それから2013年のときは平和を発展させて、ウィンウィンの関係を作っていきましょうと、そういうようなお話でありまして、今回は今大使からお話いただいたように、平和を重視して、そして未来を開いていきましょうと、そういうお言葉を書いていただきました。どうもありがとうございます。クラブからですね、お礼に、クラブ特製のタイを渡したいと思います。非常に涼しいブルーグレーというか、そういうお色を選んでいただきました。どうも本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。